いやいや、来てるよ。これサラザールの写真見たよ。ここの下にだって捕まってたんだもんね、ルイスが。老人の日記、娘がダーチを産んですぐ死んだ。あの写真のおじいさんなのかな。おじいさんは狼に食べられて死んじゃったのかな。何これ。あー、気持ち悪い。なーに、なんで血が流れたん、気持ち悪い。これは原作にはなかったな。どっから湧いたん、びっくりした。後ろにもいる。ここ、え、ここ痛い痛い痛い。早く燃え尽きてくれ。アイテムが取れないんだ。オッケー。はい、あれ、アイテム取り逃してない。これ欲しいんだけど。たおお。ああ、またクラウドが。後ろにいる。登ってくれな。うざーい、クリティカルヒットを食らった。あー、こんな時にリロード、危ない。落ちろ。ハーブゲット。あれ、アイテム取り逃してきてんのよ。ほんで、待って、どこだ。これってさ、もうここのエリアは用なしってこと？このなんか変なお宝拾ったから、これ拾ったからもういいのかな。これどこにはめに行くの、全然わかんない。教会の鍵を開くのに、あ、待って、あの教会の鍵の左右に手があったじゃないですか。あの手の上にこの石の頭をはめるってことなのかな。その前にこっち側にも行けんだよな。これ戻れるんだ。ちょっと武器商人のところに戻りましょう。で、鍵のかかったとこどこだっけ。これだ。懐中時計売れそう。いいじゃんいいじゃん。新しい物があるぜ、覗いてけよ。新しい武器、ちょっと珍しいものが手に入ったぜ。お、やばい、いろいろ増えてるじゃん。金じゃとても買えない。わー、なんかパニッシャー買わなきゃよかった。
アタッシュケースとかの方が欲しかったよ。しかも素材得ればドロップしやすくなる。めちゃくちゃいいじゃん。これも欲しいしな。他にも新しいブーツが入ってるぜ。これ売ります。サンキュー。これも売ります。サンキュー。鎖蛇体力回復。これ毒を取り除かないと食べれないのかな。そのまま食べると毒になっちゃうのかな。他にはない一品がいろいろ揃ってるぜ。うわ、ロケランが買えるようになってるぞ。新しい相棒を手に入れたらどうだ、ストレンジャー。生き残りたけりゃな。でもロケランなんか場所取るからいらないんだよな、正直。一発だし。あ、やった、やっとマインが出てる。レシピポルト用のマインがやっと出てる。これは絶対必要。そりゃとっておきのやつだ。乗客にしか売らねえぜ。どうしようかな。よくあげたいけどな。いや、まあ私ケース買うか。49,800円あるし買います。ここで金を落としていくか命を落とすかだ。簡単な選択だろ。そこそこのサイズだが、重要なのはで素敵な旅。よし、広々したぞ。で、ボルト用マインの合成をしたい。あ、やっとこれで爆発できるようになるのね。これを待ってた。まだこの武器試してないんですよね。ちょっと次のボスぐらいでこれ試したいな。どれぐらいの威力があるか。多分バイオ RE3 とかでマイン用武器みたいなのが出てきたんで、そういう感じじゃないかなって思うんですけど。で、とりあえずここ行ってみます。あー、この辺敵狙われるっけ。ここかな、ここかな。あるちゃん、ちょうどめちゃくちゃ雨降ってるよ。あれ、ここ来たことあるじゃん。てか最初の位置じゃないこれ。あ、石の台座ってこれのことか。これ集まってないんよ。え、もうなんかパーツが足りないものだらけすぎて、なんなの一体。なんかバイオの原作やってたからってギミック全部わかるとは限らないな。全然違う。なんだろ、開いてるかな。これでいこう。気持ちいいね。この樽を壊していくとお金が100円の地点に入る。なんだここ、どこに繋がってる。お宝エリア寄ってよかった。嘘、鍵じゃん。え、使える。使える、最高。なるほど、この鍵って祠全部この鍵で開くのか。ってことは今まで祠で開けられなかったこういう宝が回収できるようになりますね。こういうところアシュリー連れてきた方がいいのかな。アシュリーと合流できるようになってから戻った方がいいのかな。ここにお宝があると聞きましたが、どうですか。いや、確かに原作の時もこの辺でロケランかなんか拾った気がするんだけどな。ロケランじゃなかったっけ。
たたたた、すごい大きな、あ、マグナムだ、うわ嬉しすぎる。え、ハンドガンなの？マグナムじゃない。え、ごめん、マグナムじゃなかった。マグナムみたいな形してんのにハンドガンって書いてある。ハンドガンだったわ。っていうか何、私さっきパニッシャー新しいハンドガン買ったばっかりなのにさ、もうつくづくこれ買わなきゃよかったって今後悔してるよ。え、こっちの方が強いんかな。武器商人のとこ行って威力調べたいですね。よし戻ります。とりあえずハンドガンゲットしたんで。威力強そうだけどね。こっちのお宝取りに行きます。あ、鶏めっちゃいるぞ。金の卵産んでくれるんじゃないか。なんか怖がらせると確か卵産んでくれないんですよ。あ、今産んだじゃん、ほら。隠密で行けってことなのかな。金の卵産んでくれ。ここ金の卵エリアじゃないの。産むまでずっとここにいたら取れんじゃない。白いのしか産んでくれてない。お、待って、あいつなんか色違うやつ産んでるぞ。でも金ではないな。茶色と白しか取れない。待って、金の卵普通に落ちてる。もらっておこう。やった、やったぜ。ここに来ないと金の卵は取れなかったってことかな。わあ、ここマジでお宝エリアじゃん。ここだよね。またマークあるよ。ちょっと待って、上行く前に、至る所にこれあるじゃん。待って、マーク調べてこないとダメだわ。マーク、マーク、一つ目のマークが、なみなみ三つ。なみなみ三つ。なみなみ三つと、P。P。あと、こう見るのかな？砂時計三つのやつ。これ向こうには行けないんだよね。おお、これ砂時計みたいなやつ、これとなみなみ三つと、あれ、もう一個なんだっけ。あ、 P。 え、 P なんてなくない？これだったのかな。あ、出たー。これで全部揃いました、六角形のピース。はめに行けるぞ、あそこの台座に。で、首も取れたんで OK。 だから発見。ここに繋がってたんか。ということはもうここはないよね。戻ってはめに行きましょう。戻るついでにこっちへ行こうかな。このアイテム回収ができるんですよ。このアイテム回収しに行きます。
あれ、ここって来たことない？もしかして。ん？来たことないエリアか。勘違いしてる私。前に来たエリアだと思ってたけど、新たに来るところだわ。見つかってなかったの？もしかして。おお、ここからどんどんお宝が取れるようになるね。見つかっとるやん。隠れたじゃん今。ここにもお宝ある。先に敵をやっつけましょう。邪魔だよ。この家はどうやって入れるの？この家の中にお宝があるんだが、ああ普通に入れた。お、待って、鍵ないよ。小さな鍵がないよ。小さな鍵が、小さな鍵に関しては使い回しができないんですよね。キーピックみたいにその場でなくなっちゃうシステムなんですよね。あれ、やっぱりここ来たことある？あれ、来たのかな？いや、そんなことないな。いやいや、来てるよ。これサラザールの写真見たよ。来たような気もするし、いや来たな。ここの下にだって捕まってたんだもんね、ルイスが。で、お宝がこの先にあるんだ。老人の日記。娘がダーチを産んですぐ死んだ。あれからちょうど3年、この子はすぐ大きくなり、そのうち彼にもついてくるようになった。んー、あの写真のおじいさんなのかな。おじいさんは狼に食べられて死んじゃったのかな。お宝ゲット。そうなんだよ、ここでねルイス見つけたんだよね。戻ってきたんだ。やっぱり見たことあるエリアだと思ったよ。戻ります。戻って台座をはめに行ってからここに戻ろうかな。ピースが6つ、これで集まったはずなんですよね。オッケー、開くんじゃない。何？あ、回転させる方。おーっと、待って、むずいじゃん。おー、簡単にうまくいった。何？なんか手に入れた。何これ？あ、売却専用のお宝だったんだ。よかった。お宝めっちゃ手に入ってるよ。あ、これ組み合わせできる。これとこれ、わあ、これで16,500円になる。よし、これにはめるんだろう。当てるっぽいな。おっ、趣味悪いな。頭はめるとかさ。オッケー、教会の鍵ゲット。いや趣味悪すぎんやろ。こんな頭をさ、ここにはめるなんて思いつかないんよ。
HQ、 教会の鍵を手に入れた。ご苦労様、これで彼女を救出できる。ああ、かなり時間を無駄にした。急いで教会に向かう。戻ってきたよ。よう、ストレンジャー、ウェルカム。何から始める？いっぱい売れます。これ。サンキュー。これ。いつもこうならいいな。これこれ。悪くねえ。これ。サンキュー。あとこれ。パーフェクトだ。あんたマジでプロだ。いいんじゃない。9万5000になった。うん、やるじゃないか、あんた。ああ、ただ3つしかない。あ、これを買おう。腰が痛い。これだ、これ。そいつは間違いないぜ。先に進む前にできることは全部済ましときな。あとで。やっとけよかった。なんて、悔やむことになったらバカらしい。そうだろ？その通りです。で、ハンドワン2つもいらないんで、威力を見て。ウェルカム。何から始める？うわ、やっぱりこっちのが強いよな。お気に入りの獲物を自分好みに改造する。こいつはたまんねえよな。いや、パニッシャーレベル2まで上げたのにな。売るか。お次は何だ？パニッシャー売ります。これを威力上げて。改造ってのは根気と努力がいるんだ。小さな積み重ねが大きな結果を出す。じゃ、マインスロアを上げとこう。武器にぴったりの調整を。さあ、できた。お望み通りだ。オッケー、今日はこの辺にしときましょう。そう、千葉茂さんなんですよ、武器商人の声優さんがね。めちゃくちゃ豪華ですよね。あの、サウザー、違う、サウザーじゃない、サドラーの声も大塚芳忠さんとね。大御所声優さんばっかり起用されててすごいですよね。また次回もお会いしましょう。 YouTube のチャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いします。エミでした。